株式会社プレックスなどは、NEDOが行う戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクトで開発中の布製品を洗濯・乾燥した状態から展開する3次元視覚認識センサー付きロボットシステムを2009国際ロボット展で紹介しました。リネンサプライ工場では、洗濯機や仕上げ機で自動化が進んでいますが、洗濯物を1枚ずつ仕上げ機に投入する作業だけが自動化できていません。そのため、現状この作業は高温多湿な過酷な環境の中、人手に頼っています。そこでリネンサプライ工場の洗濯、仕上げ一貫自動化のために、布製品を取り扱うために開発されているのが、このロボットハンドリングシステムです。実際に人がこの作業を行う場合、まずタオルを手で取り出しますが、ロボットが行う場合は、複数の工程が必要になります。まず、タオルの山の形状を認識して、おおよそ高い部分を取りに行きます。そして、コンベア状に角がつかみやすいように置きます。その後、その形状をもう一度認識して、おおよそ角だと思われる部分を取りに行きます。角の部分を引き上げることで現れるタオルの端を別のカメラで認識して、別のロボットハンドが両手でつかみます。その後は、タオルの端を揃えて平行に置き、仕上げ機に投入します。現状は、まだ人の手のスピードには及びませんが、2013年の事業化を目指して、開発が続けられています。デゲンフォーニュース。